皆さんこんにちは。PRA チャンネル、タロットリーダー協会の古川理央です。今回はゆっくりバーチャルタロットリーディング。どうぞゆっくりしてってね。今回使うのは一番ポピュラーと言われているライダーウェイト版のタロットカードを使うよ。今回はうまく気持ちを伝えるにはどうしたらよいかカードに聞いてみましょう。10枚の中から1枚選んでね。何番のカードが気になりますか？選べましたか？それでは1枚ずつリーディングしていくよ。1番を選んだあなた、ザ・ハイエロファント、鳳凰です。手紙やカードを書いて伝えるのが良いみたいだよ。書くのは明るい時間がおすすめ。砕けた言い方ではなくて丁寧な表現でね。2番を選んだあなた、ザ・フール、愚者です。うまく気持ちを伝えようとタイミングを見たり深く考えたりしない方が良いみたいだよ。ありのままの自分で明るく伝えてみてね。3番を選んだあなた、ザ・ハングドマン、吊るし人です。自分から伝えようとするより話しかけられるのを待ってからの方が良いみたいだよ。状況を考えられる人だと好印象を持ってもらえそうだよ。4番を選んだあなた、ザ・ラバーズ、恋人です。コミュニケーション力がアップしている時だよ。自分の直感を信じて OK。 人の目を気にしたりせずに気持ちを伝えてみてね。5番を選んだあなた、ザ・スター、星です。あなたの気持ちを一つの希望として伝えてみると良いみたいだよ。相手が今後の具体的なイメージを持ちやすいように伝えてみてね。6番を選んだあなた、です。死神です。あと腐れないようにさらりと伝えるのが良いみたいだよ。伝えるだけ伝えたらあなたもそのことは忘れるくらいがちょうど良さそうだよ。7番を選んだあなた、ジャスティス、正義です。感情的にならず冷静に伝えるのが良いみたいだよ。周りの状況を客観的に見て考えてから論理的に伝えてみてね。8番を選んだあなた、ザ・ハーミット、忍者です。今すぐ自分の気持ちを伝えなければと焦らない方が良いみたいだよ。人は人、自分は自分、伝える前に本心と向き合ってみてね。9番を選んだあなた、ストレングス、力です。相手の方への理解とねぎらいの気持ちを伝えた後で自分の気持ちを伝えるのが良いみたいだよ。一度で諦めずに何度も粘ってみてね。10番を選んだあなた、ザ・サン、太陽です。策を練るより誠実に素直な気持ちを伝えるのが良いみたいだよ。最初と最後は笑顔で明るい挨拶をしてね。好印象を持ってもらえそうだよ。いかがでしたか？今回のリーディングから少しでもヒントになることがあるなぁと思っていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまたね。タロットリーダー協会は、占いは幸せになるツールと考え、社会に貢献し、世の中に幸せな人を増やすことを、理念として活動しております。チャンネル登録お願いします。